キャンプコートニーの食堂。キャンプコートニーとは、日本国沖縄県るま市にある、アメリカ合衆国海兵隊の中屯地である。キャンプバトラーの一部となっており、第三海兵遠征軍と第三海兵士団の司令部がある。なおキャンプバトラーは、物理的な基地を意味するものではなく、沖縄の海兵隊施設全体を包含する際の故障である。沖縄本島東岸。 ウルマ市店願いの北側に位置し、県道75号線の東にある。金湾に面し、いくつかのゾーンに分かれて施設が広がる。北には同じく米軍基地の天音願い桟橋、西側にキャンプマクトリアス、南方には、ウルマ市役所がある。中東地名は名誉勲章に除された、ヘンリー・エイ・コートニー少佐にちなんで命名された。 コートニー・少佐は1945年5月15日に沖縄戦、シュガーローフの戦いで戦死した。基地内には、アマネネガイ城とアマネネガイカなどの遺構があり、基地の中にあるため、全く未調査のままである。どのように遺構が保存されているか不明。キャンプコートニーは、アマネネガイ城の遺構のすぐそばの天岩キャッスルという、施設を、 セレモニー会場やレストランとして使用している。沖縄の米軍基地平成20年3月第8章による。変換地75万7千平方メートルのうち16万9千平方メートルは、沖縄基地対愚子川送信所として、海上自衛隊に借り上げされ、局舎とマイクロタワーやアンテナなどが設営された。23万8千平方メートルが、米軍に再提供され、 12000平方メートルが河川や道路整備の公共事業のために使われた。1956年、神奈川県のキャンプ幕切るから移住した海兵隊基地の建設が始まる。1956年1月、神奈川県横須賀市のキャンプ幕切るから米海兵隊第3海兵士団が移住した。当初は当地の名を取ってキャンプ店願いという名称だった。 最初に駐留した海兵隊部隊は、コンセントハット、日戦ハット、バトラービルディングと呼ばれる兵舎を使用した。ほとんどの建物は強い支えがあるとされていたが、その意味は、コンクリートやコンクリートブロックがタンブを固定し、ケーブルでその間を渡し、地面に据え付けたということである。また、木製のハリケーンシャッターが窓の外に備えられていた。 これは沖縄諸島に頻繁に襲来する台風から建物を防護するための処置であった。当初キャンプテン願いに配置された部隊は司令部大隊、師団軍学隊、トラック大隊であった。師団司令部は主に正門内側の一号通り沿いに無秩序に入居していた。いくつかの法務部のような部署は別の建物に入居していた。防空陣地は 屯地知識に設営されていた。所在部隊は以前は月一度実弾訓練を実施していた。各司令部が集まっていることから、日本に駐留する海兵隊の中枢機能を担っている。司令部のほかヘリパッド、霊放題、商工クラブ、管理事務所、可視官宿舎、補給倉庫、車両修理工場、食堂、家族住宅、売店、劇場、 スケートリンクなどが存在する。キャンプマクトリアスに在住する米兵は、本駐屯地に勤務する者が多い。提供水域は、第一水域と第二水域に区分される。第一水域は、施設保安のため使用され、第二水域では、水陸療養船訓練が実施される。使用条件として、第二水域では、 実弾射撃は実施せず、空砲射撃のみ許可されている。水中爆破は認められていない。提供水域内で訓練を実施する場合、第11管区海上保安本部より警告が掲載される。2001年6月、35年間使用されていたクレー射撃場のため、リーフ内に鉛弾約60トンが堆積していることが、 1998年の海兵隊の調査で明らかになっていたと報じられた。海兵隊は2000年に提供水域内でのひじき採取を地元漁協に許可していたにもかかわらず、この調査結果を公表していなかったため、問題となった。環境省、防衛施設庁などで再調査が実施され、調査結果はひじきを食しても人体に有害なレベルではないという結果となった。 中屯地周囲は、レストランや、商店街がある。東側の変換地については、土地区画整理事業が実施され、住宅街が形成されている。キャンプコートニーのフェンスの中には、アマネネ城や、アマネネガイ,イなどの遺構がある。遺構が、どのような状態にあるのかは不明。2002年11月2日沖縄米兵、強制わい未遂事件の舞台となった。 この事件は日本のメディア、特に沖縄で大きな注目を集め、日米地位協定と違外方権の特権、そして日本の法制度と日本の警察の公正な裁判官公についての公の議論を引き起こした。キャンプコートニーで行われている海兵遠征部隊メウの水陸療養夜間襲撃訓練。キャンプコートニーの施設で行われている米海兵隊。 第3回兵隊遠征軍の科学、生物、放射線、核兵器対応シーバーン訓練の様子。キャンプコートニーでは、毎年、化学兵器、生物兵器、放射線、核兵器訓練を行っている。機密性のガス室で、保護具を着用しながら一連のテストを実施する。あるいはどのように汚染物質を密封、梱包、及び除去するかを野外で訓練する。 毎年クリスマスシーズンには、キャンプコートにクリスマスフェストが開催される。その他、随時フリーマーケットが開かれる。他に軍用機の展示会や、串川祭りなど、地元祭事への参加もある。ありがとうございます。